CD 配ってるんで、ぜひもらっていってください。どうぞよろしくお願いします。え、じゃあオリジナルソング1曲目歌わせていただきます。聴いてください。遥か彼方の君へ。Yes.
阪梅田の皆様、改めまして、はじめまして、こんばんは。桃色パラダイスって言います。あと一曲歌わせていただいてですね、聞いていただいた方にここですぐ CD、DVD 配ります。ぜひもらっていってください。今日は名前だけでいいんで覚えて帰っていただけたら嬉しいです。メガネ市場歩くの CM でメガネかけて歌って踊ってテレビ CM 出演してました。桃色パラダイスって言います。で、この後ですね、プレゼントしてる曲なんですけども、HY さんとサスケさんと、ヤナワラバーさんと一緒に着歌出しています。私たちのオリジナルソング、恋するヴァンパイアっていう曲のシングル CD を、今日は配ってて、あともう一個がですね、全国放送のスカッパーミュージックジャパン TV という音楽番組があるんですけども、それに桃色パラダイスが出演した時のやつです。何言うか忘れた。何だっけ。プロモーションビデオも一曲入ってますので、ぜひよかったら、そっちの方もおすすめなんで。どないしたいつもスムーズやん。いやー、さっき食べた唐揚げが口の中で。じゃあ、食うなってなりますよ。後味がまだ残る。はい、また後でね食べましょう、はいはい、あとですね今看板にも書いてるんですけどもチラシにも書いてます私たち月1回でライブハウスでライブをやっています。次のライブは6月10日日曜日梅田アムホールというところでやらせていただきます。なんと今回5回目の皆様のおかげでワンマンライブが決定いたしました。イエイ。いつもありがとうございます。めちゃめちゃ特別なライブです。ぜひぜひお時間ございましたら来ていただきたいなと思います。今日は3人でどうして特別なの。ワンマンだからだよ。特に力を入れてるのはなんでだい。ちょっとごめんなさい、その質問にはお答えできません。気になる方はライブハウス。今回私タイトルがカンパニーって言って私の書いた作詞したさせていただいた曲とあとゆい姫とみんな仲良しっていうゆい姫っていうもう名前が入っちゃってますので私頑張らないといけないんです。だからみんな来てほしい。まあなんかまあ2回までは許せられるけど3回目は多分みんなもうパンチ飛んでくるよね。うっさいよみたいな。そんな感じです。ワンマンライブめっちゃ面白いです。、はい、よかったらぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。ではあと1曲聴いてください。ではあともう1曲オリジナルソング歌わせていただきます。聴いてください。月明かりの方へ。Thank you.
足を止めていただきましてどうも本当にありがとうございました。桃色パラダイスって言います。今日は